昨年は圧倒的なリーグ優勝を果たした阪神ですが、今年は大苦戦を強いられています。大山雄介と佐藤輝明、中軸2人が大不振に陥るとは岡田監督もファンも予想しなかったでしょう。そんな阪神は昨年のドラフトでは1位で下村海斗投手を獲得し、2位の椎葉剛も投手で1位2位で両方投手を指名しました。野手に関しては山田修也内野手を3位、桃崎葵外野手を4位、福島ケイン外野手を育成2位で指名。投手は全員大卒もしくは社会人出身なのに対して、野手は福島は大卒ですが、山田と桃崎は2人とも高卒であり、即戦力ではなく育成を前提とした数年後を見据えているのがわかります。今年のドラフトは果たしてどうなるのか。そこで今回の動画では阪神の2024ドラフトを予想していきますので、ご意見がありましたら随時コメント欄で教えていただけたらと思います。第一巡選択希望選手、阪神、宗山塁、内野手、明治大学。1位は明治大学の宗山塁だと予想します。宗山は右投げ左打ちで主に3番ショートでの出場が多く、安定したバッティングセンスと守備力の高さが持ち味の選手です。1年生の秋から3期連続でベストナインに輝き、2年生の春に首位打者を獲得。全15戦スタメンで8本の長打を含む24安打、打率4割2分9厘、3本塁打、13打点を記録しています。大学通算で見ると70試合に出場し、打率3割4分8厘、8本塁打、44打点、長打率5割1分1厘と打撃面は文句なしの成績で、ミート力の高さはもちろん長打力も素晴らしいものを持っています。さらに宗山のすごいところは守備力にあります。広島の園田俊彦スカウト統括部長は、すぐにドラフトがあってもいいですよ、二遊間がしっかりするとチームは強くなりますからね。プロ野球含めて日本で一番うまいショートだと思います。獲得した球団は10年間ショートを任せられるだろうと、プロを含めても一番うまいショートという信じられないほど宗山の守備力を高く評価しています。ヤクルトの柏淵聡スカウトグループデスクは、来年のドラフトの目玉、鳥谷敬クラスで、しかも鳥谷よりバッティングに癖がありませんと、あの名選手鳥谷に匹敵するかそれ以上の選手になると語っており、これまた非常に高い評価です。現在阪神のショートは主に木浪聖也と小畑龍平が守っていますが、2人ともレギュラーとして出場させるには決め手が欠けているというのが現状です。昨年山田修也を獲得していますが、宗山が即戦力として使えるのなら宗山獲得を優先する可能性は高いです。現在貧打に悩む阪神の救世主として宗山にはぜひ入団してほしいところですね。第一巡選択希望選手、阪神、渡辺聖也、外野手、大阪商業大学。宗山は競合する可能性が高いです。外れた場合、大阪商業大の渡辺聖也を指名すると予想します。渡辺は俊足、強肩、強打の揃った右投げ右打ちの外野手です。遠投110メートル、50メートル6秒0という身体能力の高さが魅力の一つです。また打撃面でも振り切るスイングで強い打球を弾き返す右の強打者で、逆方向にも長打を放つことができます。数字を見ても大学通算73試合で打率3割4分1厘、8本55打点と素晴らしい成績です。大阪商業大では1年生の春からベンチ入りし、新人ながら主に3番センターで出場機会をつかみ、打率3割5分1厘でベストナイン&平子馬賞に輝いています。以降主力として6度ものリーグ優勝に貢献し、いずれも外野で4度のベストナインを受賞。21春、22春秋、23秋と4度実決入りをし、2年生の春には3割9分4厘で首位打者を獲得しています。高校は広陵高校出身で、主にサードで高校通算30発をマークしており、高校時代からその打撃は注目されていました。
阪神の岡本陽介スカウトは選球眼がいい、走攻守三拍子揃っていて逆方向に長打が打てる、期待している選手と評価。ロッテの三毛スカウトは体の強さがあり小力がある、足も速く、それを生かした守備力、トータル的にバランスが取れている、上位に食い込んでくる逸材とコメントしており、どの球団も走攻守において隙がなくバランスがいいことを高く評価していました。阪神は若い外野手が多いですが、近本浩二以外固定できていない現状ですし、大砲候補として渡辺を指名する価値は大いにあります。近本も今年で30歳と若くはありませんし、入団してぜひとも阪神の長打力不足を補う戦力として活躍してほしいですね。第2巡選択希望選手、阪神、中村優斗、投手、愛知工業大学。2位はマックス159キロを誇る中村優斗です。中村は1巡目で消えてしまう可能性がありますが、昨年春に高評価だった細野晴希が外れ外れまで残ったこともあり、今回は中村優斗を2位で指名します。中村はセットポジションから膝を引き上げて重心を下げ、着地が速く、肘を使った腕の振りから投げ込むフォームが特徴的です。最速159キロの直球を武器に、スライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、スプリットを織り交ぜます。直球の常時球速は150キロ中盤と、プロの中でもかなり速い部類に入ります。1年生の春からベンチ入りし、高校時代の145キロから大学で最速を14キロ伸ばし、スカウトからも注目される存在に浮上しました。7期で45試合に登板し、通算14勝16敗、292三振、防御率 2.08 という素晴らしい成績を記録。1年生の春以降、7期すべてで実決入りしており、3年生の春から3連続で最多奪三振を獲得。その後、4年生の春先に行われた強化試合欧州代表戦で侍ジャパンデビューしています。この試合では1対0の3回から2番手でマウンドに上り、最速157キロ、1回1三振0風の力投を見せました。阪神の筒井スカウトは、ここまでハイアベレージを出せる投手はいない、打者に向かって投げることに関しては間違いなくアマチュアでトップレベルと評価。また巨人の木佐貫博スカウトは、ストレートとスライダーは相変わらず良かった、これで落ちるボールの精度が上がってきたらピッチングの段階がもう一つ上がると中村を高く評価しつつ、さらなる伸びしろを感じさせるコメントをしています。諫早農業高校時代は就職を見据え農業土木科に在籍し、将来は公務員を見据えていたといいますが、人生とはわからないものですね。強い球を投げ、体力もあるということで、日に日に評価が高まっています。NPB を背負って立つ投手になりそうですね。第3巡選択希望選手、阪神、洗代浩、投手、八戸学院光星高校。3位は元プロ野球選手である洗代達也氏を父に持つ洗代浩です。手足が長く、セットから上体を傾けて軽く重心を下げ、柔らかい腕の振りから投げ込む最速147キロのまっすぐとスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップが持ち味の左投手です。1年生の春から控えとしてメンバー入りしています。2年春の大会で最速147キロを叩き出し、17年ぶり2度目の東北制覇に貢献。選抜8強の仙台育英との決勝戦で9回途中2失点の年頭を演じています。続く2年次夏の予選に背番号10で臨み、同期岡本との2本柱で2連覇に貢献。全5戦中4戦に登板し、失点はわずか1点。準決勝の青森山田戦では5対0完封を記録しています。その後の甲子園から1番をつけ、3戦に投げ3失点、防御率 1.72 と活躍。中でも明桜戦では4安打7三振で完封勝利をマークしており、十分な実績を持つ投手です。ソフトバンクの永井智博スカウト部長は、特に腕の振りがいいですね、柔らかくて少しテイクバックが背中側に入るんですけど、
左腕の出方が遅れることなく投げられているので、変化球もしっかりとコントロールできていますね。もっと体を鍛えて球のボリュームが出てきたら面白いんじゃないですか。大きい割にはバランスがいいですね。フォームが良くバランスの良い投手だと分析しています。しっかりと育成すれば伊藤将司や大竹耕太郎のような制球力の良い先発投手になれる逸材です。3位あたりで指名されるだろうと予想します。ぜひとも阪神に獲得してもらいたいですね。第4巡選択希望選手、阪神、石見聡真、内野手、愛工大名電高校。4位は愛工大名電の内野手兼外野手、石見聡真です。高校通算6本塁打、振り切るスイングで広角に長打を放つ左の好打者です。チームでは主に3番を務め、1年生の夏からレフトでレギュラー、3年生の春の選抜からショートとしてプレーしています。2年生の秋の東海大会でライト場外弾を放っており、高い長打力も持ち合わせています。また遠投110メートル50メートル走5秒9と高い身体能力も持ち味の選手です。1年の夏の予選から正レフトとしてベンチ入りし、甲子園全4戦では8番を担いました。続く1年生の秋の新チームで3番サードを担い、県大会で打率5割7分9厘の活躍。2年夏の大会からは3番レフトで県予選で打率4割7分6厘をマークし、その後2年の秋の予選では11試合で打率4割8分7厘の好成績を残し、プロ注目の存在へと浮上しました。阪神の筒井和也スカウトは、広角に打てて力もある、もともと高校2年生までは外野手、チーム事情で今年からショートを守れるセンスもある、どこまで伸びるか楽しみと、外野から内野への守備移動にも適応できるセンスの高さを評価。またソフトバンクの永井智弘スカウト部長は、彼は守れますね、西武の源田みたいな感じで動きがいい、スローイングも力でガーッというより流れの中でスッと投げて正確でしたねと、西武の守備職人源田壮介を例に挙げ、守備力の高さについて触れていました。もし阪神に入団すれば、元阪神の大和のように内野も外野も守れるユーティリティプレイヤーを目指してもいいかもしれませんね。第5巡選択希望選手、阪神、吉岡春、投手、阿南光高校。5位は阿南光高校の吉岡春です。182センチ85キロという恵まれた体格を持つ変化球主体のプロ注目右腕です。セットから始動して溜めて重心を下げ、2段モーションから投げ込む最速146キロの直球と、縦スラ、フォーク、カットボール、カーブといった変化球を主体に投球します。1年生の秋から主戦投手としてチームを牽引し、公式戦23試合で20完投という数字をマークしており、スタミナが十分にある投手です。高3の春の選抜での奪三振率は 10.38 と、奪三振能力も非常に高いです。1年生の夏の甲子園はベンチ外でしたが、秋から主戦力として活躍。2年の夏の県大会では全3戦に登板し、すべて完投でチームの4強進出に大きく貢献。続く2年生の秋の予選でチームは四国準優勝を成し遂げ、最速146キロ右腕としてプロからも注目される存在となりました。この秋の大会でもすべて先発で全8戦5完投勝利、防御率 2.44 という好成績をマーク。その後3年生の春の選抜で全国デビューし、チームは32年ぶりの出場で8強進出を達成。先発と救援で全3戦に登板し、計26回を投げ、2勝0敗、防御率 1.73 と大舞台でも実績を残しました。ソフトバンクの永井智弘スカウト部長は、変化球がいいですね、それこそピッチングがしっかりとできるんで、これから球が速くなってきたらさらに面白いですねと、やはり変化球を高く評価。広島の白竹義久スカウト部長は、面白いですね、夏にかけてさらに伸びていきそう、直球もまずまず良く、決め球もある、
リストアップする価値のある投手だと思いますとコメント。他のスカウトの評価を見ても今後の伸びしろについて触れている方が多く、高卒ということもあり潜在能力の高さも魅力の一つのようです。完投能力が非常に高い投手なので、入団すれば中継ぎを休ませられる先発投手として活躍してもらいたいですね。第6巡選択希望選手、阪神、岩井天介、内野手、滋賀学園高校。6位は滋賀学園のショート岩井天介です。184センチ72キロという長身細身の体型で、コンパクトなスイングで広角に弾き返せる左の好打者です。投手も兼ねており、右腕として最速142キロをマークし、その強肩を生かした高送球も特徴的です。また50メートルは6秒0と走力も持ち合わせており、目標の選手としては DeNA の京田陽太を挙げています。滋賀学園では1年生の春から公式戦に出場、秋から1年生にして3番正ショートを務め、翌2年春の県大会決勝近江高校戦ではライトスタンドへのツーランを記録しています。2年次夏の予選では全5戦に3番ショートでスタメン出場し、打率3割1本塁打と活躍。続く2年生の秋の予選では近畿進出を飾るも、履正社との1回戦に1対8で敗戦しています。巨人の呉松慎介スカウト次長は、とにかくしなやか、走攻守に高いレベルで野球センスを感じる三拍子揃ったプレイヤーですね。体が大きくスケール感がある、これからも追いたいと思いますとコメント。中日の山本スカウトは、スローイングが安定していてしっかりと守れる、スピードもある、あとはパワー、これはこれから体ができていけばついてくると思います。打撃はコンパクトに振れると、やはり走攻守についての評価が高いようです。プロに入って体重がもう少し増え、筋肉をつければパワーもついてくるでしょう。素材型の高卒野手にはなりますが、潜在能力は高く、数年後に大化けする可能性も持ち合わせています。入団すれば将来的に阪神の二遊間を支える存在になってもらいたいですね。育成枠、第一巡選択希望選手、阪神、正林晃大、外野手、神村学園高校。育成1位は神村学園の左の強打者正林晃大です。高校通算15本塁打のパンチ力を秘めており、遠投100メートル、50メートル走6秒フラットと高い身体能力の持ち主です。1年生の秋から3番ライトでレギュラーを獲得し、翌2年春の県大会から4番として打線を牽引。2年生の夏の予選で、準々決勝の泉中央戦で右中間ツーランを記録し、チームの甲子園出場に大きく貢献しています。甲子園では5試合で10安打2長打を打ち、打率4割3分5厘という好成績を残しており、中でも初戦の立命館宇治戦では5打数4安打3打点という華々しい甲子園デビューを果たしています。その後2年の秋の予選で打率3割2分打点8をマーク、そして翌3年春の選抜2試合では5安打を放ち、スカウトの評価を確実に獲得していきました。中でも1回戦の作新学院戦でプロ注目の小川哲平からライトへと叩き込むホームランを打ったのは印象的でした。ソフトバンクの永井智弘スカウト部長は、足もそこそこあるし、肩も強いし、バッティングもいい、スイングが強いです、結構攻守がバランスよく整っている、打つだけの外野手じゃないですねと、走攻守のバランスの良さを評価しています。同じ左打ちの外野手としては糸井嘉男のような選手になれる可能性を秘めていますし、育成枠として獲得したい選手の一人だと言えます。第二巡選択希望選手、阪神、沼井レオン、投手、横浜隼人高校。育成2位はナイジェリア人の父と日本人の母を持つ右投げのスリークォーター沼井レオンです。186センチという長身から投げ下ろす最速149キロのまっすぐに、スライダー、
カーブ、スプリットを織り交ぜる投球スタイルで、ダルビッシュ有を憧れの投手として挙げています。横浜隼人では、2年生の春から公式戦に出場し始め、夏の予選で公式戦初の先発を務めていますが、秋の県大会はリリーフ1試合の出場のみ。そして3年生の春になって背番号1番をつかみ取り、春季神奈川県大会2回戦で5安打8三振の完投を記録し、成長ぶりを示しています。高校では育成優先の方針から公式戦の実績は少なめですが、彗星のごとく現れた投手としてプロ注目の存在になっています。高校の先輩である宗優馬の存在にも背中を押され、本人も高校を卒業してプロになりたいとプロ入りの意思を示しています。ヤクルトの柏淵スカウトグループデスクは、潜在能力が大きい。 DeNA の長池スカウトは、3年後から5年後が楽しみな存在ですとコメントしており、素晴らしい素材であることは間違いありません。育成枠として取る投手としてはかなり適しており、ぜひ獲得してもらいたいところですね。山田健太、内野手、日本生命。続いては社会人の右投げ右打ちの内野手、山田健太です。大阪桐蔭出身で、当時は強打の大型二塁手として3度の甲子園優勝を経験しています。同学年のチームメートとして根尾昂、藤原恭太、横川海たちがいた黄金世代の一人です。高校卒業後に進学した立教大学では、リーグ通算83試合に出場し、打率2割9分1厘、9本塁打、38打点と好成績を残し、ドラフトの上位候補に上がっていきました。日本ハム稲葉篤典 GM は、力がある、遠くに飛ばすことはなかなか練習してできるわけではない、持っているものだと思う。中日立浪監督は、注目されている山田君を見られてよかった、いいものを持っていると、プロからも十分に高い評価を受けていました。しかし2022年のドラフトではまさかの指名漏れ、当時は話題になりました。指名漏れを受けるも、大学卒業後に2年後のプロ入りを目指すため、社会人野球の名門日本生命に入社しました。社会人1年目の昨年は74打数27安打1本塁打15打点、打率3割6分4厘という好成績を記録。山田の打撃の強みはコンタクト力の高さです。これは大学野球と比べても、球速、変化球の精度、駆け引きのレベルが上がる社会人野球でも、打率3割6分4厘と好成績を残せていることからも伺えます。一方、山田の課題は守備だと言われています。フットワークを良くするためにショートを守る練習を行っているそうです。ただ守備力が多少低くても、それを補って余りある打撃力を持ち合わせているのは間違いありません。 DeNA の宮崎敏郎も最初はセカンドでしたが、サードにコンバートされ、打撃が開花しています。その道をたどるのがいいように感じます。長打を狙える強打の内野手は貴重です。次のドラフトでは指名漏れすることなく阪神に入団して、数年後には中軸を担う選手として躍動してもらいたいですね。阪神のドラフト予想2024について、ご意見ご感想がございましたら、コメント欄にぜひともお願いします。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録ボタンを押してください。本日も動画を見てくれてありがとうございました。